鳥取県庁で今日行われた鳥取県とセブンイレブンとの協定の締結式。この協定はセブンイレブンジャパンが自治体との相互連携で地域活性化と市民サービスの向上を目指し結んでいるものです。鳥取県に関する情報発信や自然環境の保全、地域の防災など8つの項目で連携する協定で、期間は今日から1年間となります。その中で今日紹介されたのが、続きましてより多くのお客様に楽しんでいただけるようにということで商品選定させていただいております。テーブルに並んでいるのは鳥取の特産品を使った商品、食パラダイス鳥取県フェアと題し、ねばりっこや大山鶏、白バラ牛乳など鳥取県の特産品を使った5つのコンビニ商品を発売することになりました。県内の皆様はもちろんのこと、県外の皆様にですよね、この商品知っていただいて、より鳥取県の魅力をですね感じていただければというふうに感じてます。これらの商品は明日から鳥取、島根、広島、山口県内のセブンイレブンで販売されるということです。